私の司会を務めさせていただきます創造情報学専攻准教授の中山秀樹と申しますどうぞよろしくお願いいたします それでは次のセッションの競争社会に向けたセンター・プログラムの取り組み紹介を開始いたします情報理工学系研究科にはさまざまな研究センターや研究教育プログラムが新しく立ち上がっています各センター・プログラムの代表者より競争社会に向けた取り組みを紹介していただきますこのセッションの座長は葛岡秀明 副研究課長ですそれでは葛岡先生よろしくお願いいたします副研究課長の葛岡秀明と申しますよろしくお願いいたします本セッションでは競争社会に向けたセンタープログラム活動を紹介いたします情報工学系研究科あ情報理工学系研究科では付属センターを 4つ、こちらの左上の四角い枠の中に入っている4つの付属センターを設置しています。さらに、その一つである情報理工学研究センターは、その右下の四角にありますように、6つの研究部門と産学連携部門を設置しております。そのうち 5つは全のの研究センターの責任部局となっておりますこれらのセンターによって本研究科は最先端の研究を推進しております。また教育においてはこの上側の四角にありますように多様なプログラムによって学際的な教育を推進しております。さらに 三学連携ですね、この下側の資格ですけれども、こちらにありますように、u n p j u s t などの仕組みを構築して、産業界と教育や研究に関する交流を進めております。こうしたセンターや各種プログラムにおける取り組みによりまして、本研究科は分野横断的に学内多部局や、 学外の産業界を巻き込んでですね多様性の中に競争を実現しているということになります。これは情報理工学系の活動の大きな特徴であるというふうに申し上げてよいと思います。本日は時間の関係で全てのセンタープログラムの活動を紹介するということはできませんけれどもその一部を取り上げて 最近のホットトピックスを中心にご紹介いたしますそれらの内容はバーチャル空間でもお楽しみいただけるようになっておりますのでまずはバーチャル展示につきまして知能機械情報学専攻講師の新山先生からご紹介さし申し上げます新山先生それではよろしくお願いいたします 機械情報学専攻新山と申します、えー、センター紹介に先立ちましてバーチャルポスターセッションについて、えー、アクセス方法や、えー、アクセスするとどんなことが起こるのか簡単に説明させていただきます、えー、まずバーチャル灯台というあのプラットフォームに、えー、を使って今回ポスターセッションを、えー、企画しておりますこちらあのバーチャル灯台といいますのは、えーまあ、VR 好きな学生有志が作ってその後全学レベルに広がった活動でありまして学生 VR サークル UT バーチャルによる制作テクニカルアドバイザー顧問に稲見先生協力東大本部の社会連携推進課ですまずバーチャル東大ですけれどもこちらのビデオをご覧いただきながら簡単に説明します えー、ブラウザからまたはあクラスターから、えー、アクセスできるものなんですがご覧のように非常にリアリスティックで、えー、きれいなバーチャルワールドがありまして、えー、単にビデオだけではなくてですねアクセスいただくと、えーまあ、この中をまるで自分が行きたい方向に歩いていけるとそういった体験ができるものですいくつかの、えー、ワールドがありまして 工学部エリアを中心にいくつか本物そっくりのワールドがあります。まあ、こちら「バーチャル東西全6ワールドあの」いつでも公開されておりますのでぜひ検索していただいてあのアクセスしていただければと思います。そして今回ですね、えー この中の中特に安田講堂内部の大講堂を使ってバーチャルポスターセッションを2週間限定で行っておりますアクセスの仕方なんですけれどもこのようなあの今回のシンポジウムの特設ウェブサイトにアクセスいただきましてこのウェブサイトのですねば番下にバナーがありましてバーチャル安田講堂 こちらをクリックしていただくと特にログインなどは必要ありませんあのブラウ,ウェブブラウザでご覧いただく形でこのような普段は入ることができない安田コード内部に入ることができます右のハテナマークからですね、操作方法の簡単な説明が出るんですけども基本的に矢印で前に行ったり進んだりしてマウスで見渡すことができます ステージの上にですねバーチャルポスターが各センター分設置してありましてご興味のあるセンターに近づいてより詳しい情報をご覧いただけますしリンクから各センターのウェブサイトに飛ぶこともできます。 これ2階のですね席なんかもちゃんと作り込まれておりまして、また後ほどご説明しますが若手セッションのあで登壇される若手の研究ポスターもあの背後の方に設置してあります。え皆様ぜひご覧いただければと思います。ありがとうございます。新山先生どうもありがとうございます。ぜひバーチャル空間にもあのお越しいただければと思います。 それでは引き続きまして各センタープログラムの活動紹介を6件それぞれご担当の先生から紹介いたしますまず最初にソーシャル ICT 研究センターの中田俊之先生お願いいたしますソーシャル ICT 研究センターの中田と申します本日はソーシャル ICT 研究センターのご紹介 特に競争社会実現に向けてどういう活動を行っているかについてご紹介させていただきます。ここの図にありますようにソーシャル ICT 研究センターのミッションというのは社会問題を解決するための ICT を活用して、まあ、社会の閉塞感や危機感そういうものに対して ICT 技術を使ってそれを解決,して実解決するための実践手法を確立しようというものでございます。 でそのために具体的には4つの活動がございまして1つは個人情報をいかに安全に使いながらプライバシーを守りながらそれをいろんなところに活用していけるかという観点の研究それから個人データを用いた認証及び解析を行っているところであとでもう1つは交通情報工学と言いまし交通情報学といいましていろいろな交通を今後の 21世紀の社会にどういうふうなものがあるべきかということを研究している研究でさらにこういう研究を支えるための ICT 技術そういうものをやってますけれど本日は特にこの実際の社会に対して作用している3つについて説明させていただきます。まず 分散 PDS ライバリーを用いました分散 e ポートフォリオですけれど先ほど申しましたように私どもは各個人が自分の個人データをプライバシーを守りながら持ってそれを適用しあのただそれを制御しながら適用していくというふうなことを実用する研究を行っていますで具体的にはですね昨年度埼玉県教,教育局から この e ポートフォリオといいまして、生徒さんが埼玉県の生徒さんがどういう活動をやったかということのデータを、これは個人、生徒さん個人個人が持っているものをあのプライバシーを守りながら、先生教員やがアクセスして調査書や推薦状の作成に活用できる、まあ、そういうふうなシステムの実証を行っております。で、次はこれちょっと非常にビジネな絵ですけれど。 山口研究室というところでは今さっき申しましたようにセキュリティ技術を個人のいろいろな情報を,を解析しながら活用していくとそういう研究を行っていますで。これに関しましてはちょっとここでとても時間が足りませんで後で山口先生の方から具体的に紹介がありますのでそちらの方に選りますで。最後に交通情報学ですけれど、まあ、これの中にはもともとあった 交通情報解析の応用とか、データドリブンで開かれた交通計画、まあ、そういうものをやってましたけど、今後はこれを用いまして、地域に関する交通情報をどういうふうに最適化するかということに関して、いろいろ適用していこうというふうに考えています。以上、簡単ですけど、ソーシャル ICT 研究センターの活動に関してご紹介させていただきました。中田先生ありがとうございました続きましした続きて 数理情報教育研究センターの小牧文康先生、お願いいたします、はいえー、東京大学数理情報教育センターの小牧でございます。えー、MI センターの推進する数理データサイエンス AI 教育について、えー、ご紹介いたします、はいえー。数理情報教育研究センターはですね、弱称 MI センターといいまして、ふだん MI センターと言っておりまして、 部門が数理情報部門、数学基礎教育部門、応用展開部門、基盤情報部門の4つの部門がございます。で非常に多様な取り組みをしておりますけれども、今日はその中でも、あの数理データサイエンス教育強化拠点コンソーシアムの幹事項として、数理データサイエンス AI 教育の全国への普及を推進しているという、こういう取り組みについてご紹介いたします。 であのえー、左側にありますようにです、ね、この、えー、大学間コンソーシアムというのは、えー、文科省のスリ、えー、データサイエンス教育強化拠点事業ので最初に、えー、選定された6拠点校から始まっておりますで。東京大学が幹事校で、北海道大学、滋賀大学、京都大学、大阪大学、九州大学の6大学から始まっております。ススリーデータサイエンス教育を モデルカリキュラムなどを通して全国展開するというミッションがあるんですけれども、現在では、ですね現時点ではあの130兆のですねあの大学がコンソーシアムの会員となっております。で、これがスリデータサイエンス教育協会拠点コンソーシアムの概要でございますけれども、えー、全国6ブロックに分かれておりまして、まあ、東京大学は全体の幹事校なんですけれども、関東首都圏ブロックの幹事校でもあるということになっています。 で左側にありますように、カリキュラム分科会、教材分科会、教育用データベース分科会などの分科会活動を通して活動をしています。で、この左側にありますのがあの、AI 戦略2019にある育成レベルの図なんですね、これはピラミッドでなってまして、で下の50万人がリテラシーレベル、その上がの25万人が応用基礎レベルということになっています。そして、 非常に上の方にですね、エキスパート2000人レベルというのがあります。で、リテラシーレベルに対応するのが、数理データサイエンス AI リテラシーレベルモデルカリキュラムというもので、これは2020年4月にあのカリコンソーシアムの特別委員会が発表しております。で、その上の応用基礎レベル25万人が、やはりあの今年の3月に発表になっています。で、その上ですね、その上に関しても、あの えー、後でご紹介しますけれども、えー、コンソーシアムでは、えー、スキルセット及び学習目標というのを公開しています。で、今年公開になりました、えー、応用基礎レベルモデルカリキュラムの構成ですけれども、これはデータ1データサイエンス基礎、2データエンジニアリング基礎、3AI 基礎の3つからなっております。でえー、昨年、えー あの公開されたリテラシーレベルのモデルカリキュラムが左側にありまして、これは導入基礎心得というまあかなり基本的なところが必須で、それ以外の部分は選択となっております。それに対して右側の応用基礎レベルモデルカリキュラムでは、あのリテラシーレベルではあの選択であった部分をよりこう。詳しく扱うような内容になっております。 でですね、この、えー、モデルュ革に対応して東大 MI センターでは教材を開発しておりましてリテラシーレベル教材では2020年5月応用基礎レベルは2021年6月に、えー、教材を開発しておりますでこれはすべての、えー、キーワードを解説していてキーワードの対応表も用意しておりますまたあの教育目的であればページ単位で自由に改変利用再配布可能となっております、はいはい、でさらにあの 25万人の応用基礎レベルとエキスパートレベル2000人レベルの間に非常に大きなギャップがあるということでその間を埋めるという趣旨からデータサイエンス教育に関するスキルセットおよび学習目標というのを発表しております。で統計検定のデータサイエンスエキス,エーエキスパートのにおいてはこれに準拠したような試験が行われています。はいはい、これがまあスキルセットと学習目標の例ですね あのそれでまあ、これらのモデルカリキュラム教材を使った教育を展開するために関東・首都圏ブロックではオンラインワークショップをこう毎月ほぼ毎月開催していまして300人から400人の大学の関係者が参加しています、はい、さらにやや高度なものとして MI センターが東大で行っている大学の授業をもとにしたオンライン教材の作成と公開を行っております、はい、で今後の展望ですけれども やはりそのデータサイエンス、AI、スリーデータサイエンス、AI 教育の全国の普及を推進していくと、産学連携におけるリカレント教育の推進、またあの専門に進んだ後スリーデータサイエンス情報分野を学ぼうという学生も多いので、希望者はどの段階でも受講できるように教育体制を整備していくといったような取り組みを推進してまいります、はい、以上です。 小牧先生、ありがとうございました。まさに日本の高等教育の基盤を構築する活動をしているということになると思います。次は、バーチャルリアリティ教育研究センターの相澤清治先生、お願いいたしますそれではあの VR センターの相澤の方から、VR センターのことを紹介いたします。 バーチャルリアリティの研究課題というのはもともと競争的横断的なものでありまして東大の中にその先導的な研究というのが優れた研究というのが分散して存在していましたでもバーチャルリアリティ研究センターはその分散する VR をですね VR 研究をつなぐようなハブとしての機能が期待されて2018年の2月にできたというものでありますでそこではこの VR の研究 とともにです、ね、VR の新たな利活用、それからその VR を利用するにあたっての支援をです、ね、行うということを取り組んできております。でまあ、センターのコアというのは、とても小さなもので、ほんの4、5人しかいないんですけれども、まあ、そこではまあ基礎領域の課題であり、応用領域の課題であり、あるいはサービス VR、これ、後でちょっとご紹介しますけど、サービス VR といったような、まあこのえー、特定の応用領域の課題についての検討を進めています。 こちらがあの応用領域の中からあの抜粋してきましたえ研究課題をの並べて1枚に収めたものです。まあ、キーワードとしてまあオンラインの VR 講義であったりまあサービス業であったりえーバーチャル田んぼであったりまあ訓練システムであったりあの領域展示といったようなあの言葉が見えてくるのではないかというふうふに思います、まあ、ちょっとこれに関しししてはほんの少しずつご紹介します。 あのサービス VR というまあ課題が一つの大きなまあ VR センターの柱でございます。サービス VR というのはこういう名前で新たに顕在化させたというまあ VR センターでまあ立ち上げたまあ課題でもあります。ここではまあ一つ対面シュミュレーターというのを作りました。 あの動画でちょっと今お見せすることはできないんですけどあのこのようなあのサービス業っていうのはもともとコンビニであったりレストランであったり空港のカウンターであったりさまざまなところで見せずに自分たちと関わる、まあ、最も身近な業務の一つです、まあ、そういう中で例えばこう心理的な負担のかかるような状況が作り出された時に、まあ、それに対してどうやって対処していくのかというのが、まあ、ここでの,この大きな課題になります、まあ、例えばここの絵ですとのクレーマーがいてでその怒りを があの高い誤の状態でやってくると、まあ、それに対して訓練生の方はそれに対して冷静に適切に対応していくわけです。で訓練生の状態というのは常時モニタリングされていてそ,のそれが右下のインジケーターに現れるようになっていると。適切な対応を繰り返すことであのあの顧客の怒りが静まっていく、まあ、あるいは顧客の怒りが増えていってしまう,ってう、まあ、対応を誤ると顧客の怒りが増えてしまう。そんなような状況になります。まあ、その下では VR 空間を作りでそしてあの訓練生のモニタリングを行うというようなことがループになって回っているというわけであります。VR をその講義に使うというのもさまざ、あ、まあ、々な方画的な取り組みがあると思います。VR センターではそのまあ実践を行ってきました。 でまあ、メタバースって言葉がまあ最近バズってますけれどもあのあの我々のところも教室を作りでそしてその教室の中で講義ができるようにあの学生はそのアバターでもって入ってくると。 同時にこれは Zoom でも放映しているので、まあ、あの2チャンネルで聞くことができるわけなんですけれども、まあ、そういうような仕掛けを作って、まあ、そこであの講義を行うとどうなのかとソーシャル VR のプラットフォームっていろいろあるんだけれどもでどれ使っていったらいいのかみたいなある意味すごく利活用の、まあ、実践的な取り組みを行っています、まあその中まあ、あるいは一つの,あの,あのアプローチとして一体あのディープフェイクでもってその講師の顔をですねあの あの中年あるいは少年っていうふうにもあの中年あ,のあるいは高齢シニアっていうふうに変えたときにですねどんなふうに学生の反応がいいのかというようなことをまあ調べたりもしています。こ、まあ、これででののの一つのははすねこのシニアの顔は 結構受けるとというのが良か <laughs> かったかなと自分ももっと紙の視力をしたいというふうにちょっと思った次第でもありましたがあとまあバーチャル東大これ先ほどあのあのお話に出ましたけれどもバーチャル東大自体の学生のプロジェクトではありま,ありますがあのこれ最もともとたどっていくと VR センターのちっちゃなプロジェクトからまあ発,あの発生したものでもありました、まあ、その VR センターっていうのはその部屋をいくつか持ってるんですけども それが例えば工学部の1号館の一四三っていういう部屋なんですがここはその講義レクチャーに使ったりそれから実験に使ったりとさまざ、あ、まな,な多目的の部屋ですけどこれデザイン部屋のデザインですがこれそこに来れなくなっちゃったので VR センターは VR 化しようということで VR 化されたのバーチャル一四三っていうのを持っています。 あそこだと、リアルの空間だと COVID の前だと、まあ、講演会やテクニカルツアーみたいなものがこんなふうに行われてましたと,、まあ、ところがこのバーチャルになったためにその空間はアバターで共有されでそしてあのあのあのデモはまあ視覚的なものにかなり限定されますけれどもこのそのデモがその中で見えるというような仕掛けがまあできて動いています。 あるいはその360度映像を使ってキャンパスの中をずっと動くような探訪することができるような仕掛けというのも作ってそれを発展させようとしているという次第です。でそれの一つの発展系としてつい先日も撮影に行ってきたんですが広島の原爆からの復興ですね復興の様子を表していくようなコンテンツを今の街並みのを撮ると同時にコンテンツ化するというような試みを進めてております。 で最後にですけれどもこの VR センターはこの外に広がるというのがこの重要であるというふうに思っていてこの学内にのの部局を限らずあの学内であのプロジェクトを公募してそして採択してプロジェクトの支援をしてきましたで今までこのおおよそ3年間、まあ、3年弱ですけれどもその間にまあ31課題を採択してま支援させていただきました まあここにそのいろんな部局から来ているというのがあのかつて分かると思うんですけどものによっては能楽系であったり今まであまり VR と縁のなかったようなところとですねまあつながることができてまあここに抜粋した課題がいくつかありますけれどもさまざまな課題であの問題を共有してものによってはですねあのあの VR センターのリソースや人ヒューマンリソースも含めてご協力してその課題を展開するということをやってきました。 まあ以上 VR センターの,のご紹介でありました。どうもありがとうございました。相沢先生、ありがとうございました。メタバースを利用して、えー、あの学内外、そして産業界との、えー、競争を築いていくというあの基盤となっているセンターであるということになります。次は、次世代知能科学研究センターの国吉康夫先生、お願いいたします。 皆さん、こんにちは。次世代知能科学研究センター長、国吉でございます。この次世代知能科学研究センター、略して AI センターですけれども、ホームページ URL が右上に書いてございます。簡単です。www.ai.utokyoacjp、ok。ぜひご覧ください。概略申し上げると、一番下からご覧いただきまして、一番下の箱に、情報理工学系研究科法学政治学研究科 医学系研究科というふうに、えー、書いてございますけれども、これ、17の、えー、部局が書いてございます、東京大学のさまざまな分野、17の部局が、えー、協力しまして、このセンターというのを立ち上げ、運営しているという状況になります。えー、センターの中には、その上に部門というのが書いてございます、機械知能部門、動的実世界知能部門、人間的知能部門、知能社会部門、社会連携研究部門と。 こういう部門からなり、大きくその研究の柱を申し上げますと、左に書いてある現在のディープラーニング AI を超えて、相互作用や動的情報を基本原理とした革新的知能、それから人間的人工知能と称しまして、人間の心や価値観、倫理も理解するような革新的知能と、これの日本の柱の コアの上に、新たな次世代の知能システムを作り、そして社会のさまざまな局面に展開していくことで、インクルーシブ競争社会の確立に貢献していこうと、こういうような考えでやっております。 先端的な基礎研究の一例をご紹介いたしますこれは何かと申しますと人の知能の根源的なところをこう理解しようというので人の胎児の身体それから脳神経系そして環境である子宮ですねそういったところのシミュレーションモデルを作りまして発達のシミュレーションをするその中でどうやって脳が 形成されていくかというようなそういうなそいことをやるということで知能の根源というのを解明することで次世代の人間的な AI の原理を探ろうというのともう一つですねこういうことを通して発達障害の解明に資するようなツール研究ツールを提供する。 この中で検討することで新たな養育法の検討ということにもすることができるというので産婦人科、小児科の先生方とも協力しています。こういったことを通してこれもインクルーシブ競争社会に貢献していける研究ではないかと考えます。一方、産学連携に関しましては2019年8月からモビリティ知能社会デザイン社会連携研究部門 というのを総額7.5億円の資金を株式会社トヨタ地方研究所から提供を受けまして、設置しまして、こういう、ここに PI の名前が書いてありますけれども、こういう教授たちをリーダーとして展開しております。モビリティに関連する社会の価値観や人間の感情の理解に関わる知能と。 それからソサエティ5.0に向けてサステナブルなモビリティ社会に向けて まあ、ウェルビーイングを向上させるようなアンビエントな生活移動空間を構築すると、こういったような研究を展開しまして、まさに社会、これからの社会の在り方、そこに知能っていうのがどういう技術として、まあ、あのサポートしていけるのかというようなことが研究されています。インクルーシブ競争社会に向けてということです。教育分野では、AI センター発足当初より、えー、精力的に取り組んでおりまして、 現在まで延べ2250名。 これらの講義で履修生を輩出しております先ほどの MI センターで全国展開の教育の話がございました。役割分担としまして AI センターではあの先ほどの小牧先生の絵にあった三角形の一番てっぺんの方ですね先端先鋭的なところを担うというのが AI センターというふうにデザインされておりましてここにあります先端人工知能論という真相、まあ、学習の基礎から応用までそれからあ 最先端の AI 研究について、理研 AIP の協力を受けて、えーあのえー、トークがあると、それから、えー、文系の先生方と協力しまして、人工知能が浸透する社会について考えるという、えー、かなり対話的な要素を含んだ講義というのをずっと展開しております、えー、このあたりがまあやはりインクリースブ競争社会について考える講義と。 いうことになりますまた、脳について学び、そこの上で計算論的に、まあその、脳の情報処理を考えるというような講義も現在展開しております。最後に、現在、AI センターとして、みんなでこうやっていこうというプロジェクトを考えておりまして、AI 駆動リアルタイム総合値の創生ということを謳っております。 背景、課題としては、皆さん今、共通に認識しておられる、一番上並べてあるようなさまざまな問題がございます、それから第6期の科学技術イノベーション基本計画の中で、緑色のところの文言が歌われています、人文社会科学の知と自然科学の知を融合した総合知による社会変革と。 あいうことがまさにイングリスティ競争社会に向けた課題で、要請でありますけれども、それに向けて AI センターとしては、えー、この AI 駆動リアルタイム総合値というのを作ることを通してやろうと、でそれは何を含んでいるかというと、えー、AI でパワーアップされて DX。 によって研究情報というのを縦横無尽につなぎ合わせる人文社会系から理工系医学農学さまざまな分野をつなぎ合わせて外とつなぎましょうとそれによってさまざまなその社会の課題に対してこのような知見があるよというようなことをリアルタイムにまあ やり取り取をしていくというようなことは1つそれからそれを通すことで新しい研究課題が学内でもこう発見されどんどんとまあ融合的な研究が進んでいくとこういったことを通して次世代の、えー、中央にその AI を軸としてさまざまな知恵を駆使して、えー、社会課題を解決していくような人材の育成も行っていくとこういうようなことを狙っておりまして、えー、今 活動を開始しつつあると、こういった取り組みを展開しております。以上で、センターの説明させていただきます。国吉先生、ありがとうございました。基礎から応用まで、日本の最先端の研究、教育を推進しているということがお分かりいただけたかと思います。次は、領域知能創生教育研究プロジェクトの木脇太一先生。 お願いいたしますここからは、領域知識創生教育研究プログラム、通称、東京大学データサイエンティスト養成講座、略して DSS の紹介を行います。DSS は、学術の基礎にとどまらず、ビジネス課題の解決や、新学術領域の創生に至るまで、幅広くデータサイエンスを、えっと、学習する機会を提供するために、2016年度から設置されたプログラムです。 その中核となるのはデータサイエンス実践演習という演習講義です。ここではビジネスインパクトの高いデータサイエンス課題を一般企業から広く募集します。そのそれらの課題へ東京大学の大学院生がグループワークで取り組み、企業側へソリューションを提供することで実践的で社会的価値の高いデータサイエンス教育を実施しています。2016年度からこれまでに ICT、製造、金融など 幅広い業界から累計で18社が演習講義へ参加しています。講義の規模拡大に伴い、各期の参加企業数、受け入れテーマ数も増加傾向で、今年度春学期には7社7課題、また、根津には載せていないのですが、現在実施中の今年度秋学期には8社8課題を扱うまでに成長しています。また、企業側の評判もよく、最近では長期にわたってリピートしてくださる企業も 多数いる状況です同時に終了者数も年々増加傾向で最近では各期あたり40名から50名の学生が演習行為を終了しています発足の2016年には7名の受講生から始まっていますので7倍の成長を遂げていることになりますまた DSS 開始当初の受講生は情報理工学研究科の学生が主体 でしたそれに対して、えっと、近年では他研究科の学生修理要請も年々増えており DSS が情報理工学研究科のみならず全額でプレゼンスを高めていることがここからわかります2016年度からの累計ではこれまでに281名の修理要請を輩出していますその中からここでは特に2名だけ挙げているのですが DSS の OB は山岳を問わず活躍しています 規模の拡大だけでなく、回を重ねるごとに、演習成果の質も上がってきています。近年では、みぞ銀行やレッティ社との取り組みに代表されるように、プレスリリースにつながる例も少なからず上がってきております。特に2019年度春学期のみぞ銀行との取り組みでは、DSS で開発した技術が非常に高いインパクトをもたらしたと、校内で評価されています。また、学術の意味でも同様の傾向があり、 これまでに演習講義の課題をプロトタイプとして共同研究へ発展した例が5件あり、その影響は情報理工学研究科に伴わまらず全額へ波及しています。また論文発表に至った例もあります。これで最後になりますが、データサイエンス教育の枠を超えて学生企業の母体として DSS が機能した例もあります。ここで紹介するのは演習講義のグループワークで集ったメンバーが立ち上げた原子ムズパートナーズという東大生ベンチャーで、 企業メンバーは DSS の TA としてデータ分析および実装の経験を積み、また経営戦略においては DSS の3企業からアドバイスを受けつつ、徐々に規模を拡大し、最近では IBM 主,主催のベンチャー支援プログラムへ採択されるなどしています。このように DSS での取り組みを通じて、情報理工科学研究科は幅広くデータサイエンス教育へ力を入れています。ごご清聴ありがとうございました。 木脇先生ありがとうございました以上のように産業界とあと教育とを融合させるという非常に斬新な取り組みをしているということになります最後に UMPJUST の江崎博先生にご講演をお願いしたいと思いますが江崎先生は VTR でのご発表となります えー、産学連携研究部門で UMPJUST の担当をしております、ね、さっきと言います。UMPJUST という Unified ファイドマ p l e p プロジェクトということで産学連携の新たなプラットフォームとして昨年度情報理工学研究科の中で立ち上げた活動になります。でこの図が UMPJUST の概要を説明しておりますけども4つの産業界の方々の えーまあ、カテゴリーとの共同,系共同連携活動というのを進めて、これから、えー、実際に学生とともに、えー、新しい研究開発の共同研究等の活動を進めていくのが、JAAST で J は技術系専門企業、U がユーザー企業、ですがスタートアップ企業、そして T が技術系の総合企業という形で、JUST の4つのカテゴリーの皆様方と新しい活動を、えーまあ、起動すると。 ということがこがのの大きなな目標になりました技術を創出してそれを応用展開するという時に特に学生にプロジェクトのコーディネーター等をお願いをしながらここを支援しながら新しい活動を進めていくと右下にありますようにフェーズごとにですね最初は皆さんの間でのいろんな意見交換をしつつその中から個別の活動を創出をし抽出をし パイプライン上の研究開発の方につなげていくというあの、まあ、コアの部分ですね最初の,あの入り口の部分をこの u ン p j ャ s t の方でお世話をするというのが大きなあの枠組みということになります。でこの図は情報理工学研究科における左側の部分が教育に関する各専攻が存在していて学生の教育をしていると教育研究をしていると。 で右側は、より研究サイドとしてのセンターの役割を持っている情報力学系の中にある研究課内のセンターであって、このセンターはえーほとんどすべてが全学のえ教育研究センターのまあコアとして、核として動いているということで、教育をえ左手に、そして研究を右手に、そして右手の研究は全学とつながっているということで、構成をしている。この全体を 産業界の皆様方と連結をするというのがこの UMPJUST の大きな目的になります。先ほどもしましたように J、えー、企業中小企業のスタートアップそれからテクノロジーユーザーグループそしてスタートアップの方々と新しい活動をここから創出をしていくというようなことを考えている次第でございます。 でその進,進めるにあたっては当然ながら、やっぱり、えー、IT 部門以外の他の分野との融合をするということで、この上陸工学研究科の中で IXT と呼んでいますけども、まあ、I と T を,を使って、他、えー、分野との連携をしていくということを、ワンストップサービスで教員、それ,それから、えー、研究者、事、え、務、ー、等の、えー、連携をしながら、皆さんとの関係を作っていくと。 いうようなことがこの u n p j u s t の目的になってますしどうやって皆さんのまあいろんなアイデアをミックスしながら実際に研究開発の一番目になる研究をしていく学生を支援していくっていうのがこのプログラムの大きな目的になります。 それでもう一つユニークな形として我々が作り出している今あのブースあのまさに起動しているのが UNPJUSTCLUB というもので UNPJUST の参加組織え参加企業さんによる推薦されたクラブメンバーの方それにえ教員学生職員がえ混じっていろんな意見交換をしながらプルーフ・オブ・コンセプトの活動のまあ創出あるいは場合によっては政府等への提言書 提案書、それから特別講義、ワークショップ、研究室訪問、それから研究センター訪問等を通じて、皆さんの活動を加速していくということを考えております。さ、ま、ら、あ、に昨年度はアイデアソン、ハッカソンを産学連携で行うことに成功いたしまして、4月にはフルオンラインでのアイデアソンを三菱電機さんとムアスフラクさんの、まあ 提示されたテーマに対してすべての参加組織の方々とアイデアを作っていくとでこれを次のステップとしてはハッカソンまで進めていってハッカソンでうまくいったものを多分 POC あるいは共同研究という形に成長させていくというような形を作り込んでいくクラブ活動というものを UNPJAST の中で起動させたということになります。 大変新しい活動でこれから拡大させようと思ってますのでぜひご興味のある方はご参加いただければというふうに思いますありがとうございましたまさに教育研究産業界のハブとして動いているのが u n p j ャ s t であるということになると思いますそれでは競争社会に向けたセンター プログラムの取り組みの紹介は以上となります。どうもありがとうございました。